ワニー、小林、グッモーニング、今日ありがとうね、来てくれて小林。ケンちゃん、グッモーニング、ありがとうね、昨日来てくれて。あ、ロジタン、あ、よーします、押してよー。ヨモギタン、グッモーニング、グッモーニング、タワちゃん、こんばんは、大好き、おし、発見。え、マジでタワちゃん、今日いっぱい来てくれてありがとう、ほんまに。ありがとうね、おま。ケンちゃん、金曜日ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。大北さん、おばんです。おばんです。こんばんは。今日も来てくれてありがとう。ゆうきたんの本レベルが8で、8に上がりました。ありがとう。お疲れ様です。レンタン、お疲れ様。みよかさん、リタイアしてる、そこで。山木タン、ファンレベルが7に上がりました。ありがとう。アバター登場、失礼しました。マジでグースタンの話をしてん。グースタンに。知らんかってんて。顔出てたやん、え、もう知恋ら愛んの。かった？そう、知らんかったらしい。え、めっちゃ可愛かったね。ちょっとな待あ。そう、だからその時期で撮ってん。マジで可愛かった。明日楽しみ、たける、楽しみ。カピタン用意します。おいしてよ。メイク濃くて可愛いね。だって本当や、これ濃いわ。これ全部実は 3D で描いてる。描いてます。最悪。早く拭いて。ティッシュで拭いて。早く拭いて。無理。マジで無理。早く拭いて。まあ、一路やん。取れてないし。自分の人取って。何こいつ。わかちゃん、あ、用意します。ほんまか。ほんまか。押してよ。キララン、こんばんは。広島にも出張してくれんかね。大北さん、広島人だから、この人一緒に出張したいね。ね、今日はほんまにありがとう。幸せな時間を過ごせました。こちらこそありがとうございます。ありがとう。ほんまにありがとう。ななこめでたん、グーマーニング、グーマーニング、こんばんは。バス寝れんくて暇してたから配信嬉しい。バスに向かってくれてんねや。気ぃつけて。気ぃつけて、ほんまにありがとう。いっぱいできたらいいねんけどな、うちらもな。限界なんす。ちょっと限界来てますよね、うちら。ちょっと、目こんなんす。こんなんで、ね、こちら帰ってきてみんな。来んねん。え、待って、着いた？なんだ、電車で寝てたし。電車で爆睡してたよな。爆睡してた。ね、待って、やばいやばい。あと一駅あんのに起こされました。やばいやばい、こっちやん、言うて。起きたね。あちゃん、今日ありがとう。こちらこそ大輝くん、ありがとう。おしめいるよ。チラ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 リン。やめて。ごめんね。髪型かわいいねやって。ありがとうって言ったき。かわいい。ありがとう。そうなんです。ハーフアップなんです。明日さ、お散歩会の髪の毛何がいいと思う？ちょんまげ。おまじさ、本気で言ってるそれ。ちょんまげ。ちょんまげ。本気で言ってる。あ、若ちゃん、おしめ配信始めたって。若ちゃん、いいかな。一番寝ずに済むで。いっぱいおしめんとかまってあげて。一日楽しかったです。いや、こちらこそ。小林見つけれた。小林、あ、いや、見つけれて、すごい。小林こうやって立ってた。どこら辺を？真ん中と一部。一部は左の方だったっけな、うちらから見て。うん、よって。二部は、二部僕ほんまに記憶ない。あそこら辺におった。あそこら辺。合唱。ご機嫌、うるわしゅう、うるわしゅうエイジー。ご迷惑おかけしてない、マジで。グースタン、マジで大丈夫。マジで可愛かった。ほんまに可愛かったから大丈夫。本当に可愛かった。マジで大好きやから、もう一回録画しときたかった。あの瞬間やばいね、写真撮るか迷ったわ。めっちゃ可愛かったよ、マジで。ほんまに本当に可愛かったけどさ、本当に。イエー。なんだ、含めた。みやくんもこんばんは。こんこん。大輝くん、あゆみを最強だねって。今日なりすぎてたって。やっと。じゃ、やっとやんな。やっとか。遅いよね、気づくの。ずっと最強やから。あゆちゃんとみよけ。あ、ちひろくん、あゆてあとみおけです。けこたさつ、グッモーニング、今日来てくれてありがとうね。ありがとう。いつものピアやの。なんで、え、なん
んな仲悪いのにいつも飲み会やってもらったの。うちらもマジで一回も喋ったことない今日。せえ、何言ってんねん。さっきまで TA さんとわちゃちゃさんのライブ演奏二人で、あしかもさ楽屋でもさ一生さ二人で喋ってなかったね。結局え今日はずっとわちゃちゃさんの話してたイメージある。そうやった。あ、でもさくらちゃんとやそれ二人でなんかさめっちゃ楽屋で何話してた。あ、みおかちゃんと喋った記憶ないんだけど。マジで僕もあんまないかも。じゃあほんまに。でも隣やったよね。今日は隣やったけど、あの今日はハルニャンが濃すぎて、ハルニャン、ハルニャンと喋った記憶が濃すぎて、うん、忘れた。二人のわちゃちゃ、違う、ちゃわちゃちゃ、日本わちゃちゃわちゃちゃわちゃちゃ聞くよネズミ型ちゃうね。それ今言うたら、ね、おた男後ででも、ま、もうオタク後でって言ったら、え、しかも今なんて言った。どこ、え、そのわちゃちゃん、わちゃちゃんの肝臓しか言ってない。あ、よかった。わちゃちゃんの男って聞こえてさ何言ってんねんって思っちゃって、ごめん、めっちゃおもろいと思って。男もう一人なんか違うとき、ほんまにい、あんまりいじらんほうがいい、うちらが書いて配信で。いじらんほうがいい。あ、おたく、あ、すいません。みおくんがアユハグでマウント取ってくれよって。あ、潰しとく。ごめんな。顔面潰されてる。おハグしてないね。後ろおるだけ。試合ゴレとして。はい。クギちゃんのファンレベルが7に上がりました。お、おめぇ。めぇ。今日も可愛かったって。最強だね、うちら。ありがとう。ありがとう。あゆみおか元気そうやね。でも山パパ元気すぎて倒れそう。ほんまに今日15分で配信終わるね。待ってコメント読むのめっちゃ遅い。あゆみおきありがとう。明日もあるからゆっくり休んで。あ、うん、いっぱいお散歩会下谷3枠目まだ空いてるのでぜひぜひぜひお待ちしております。広島というか地方都市でもアイドルイベントあちこちでありまくってるよね。あるよね。おしめんですよ。こちょこちょ。これは、誰だったっけ忘れた。キサキだ。キサキ久しぶりやっほー。あいちゃんさん懐かしすぎる。久しぶり。本当にやめてって言われたいだって。あ、いけるいける頑張れ大丈夫。本当にやめて。そう、まあいろいろあるけどね。配信で守れたか。何教えんでよ。分かってるって、みおかちゃんは。みおかちゃんは分かってる。あとで教えてや。レクタ君、こんばんは、こんばんは、おはよう。ち。充電しよう。初見さん仲間ですね、アイコン。おや。お疲れ様でした。本当、今日楽しかったね。ね、いっぱい朝からいっぱい働いたよね、うちら。一番最初さ働いたくない、うん、まず5時何分に東京着いて、そっから大荷物を事務所にあげて、あ、そうだったっけ、うん、でそっから急いでお風呂入らされて、順番があるから、はい、あなたから入ってって言われて、はい、入らせていただきまして。だって今日朝会ってないもんな。朝会ってない、違う部屋におったもんな。あいちゃんに1回も会ってない。じゃあ1回顔洗いに行くときにあっちゃんって言った記憶ある。あーって言った記憶ある。あーって言われたから今日もあやちゃんと関わらんとこうと思ったら、もう車の車も別々やったんですよ今日。え、ほんま行き合いしやったっけ。いや違うよ、車別々やった。ほんまや。そうだって、あゆだってさ、あの楽屋入りな10時15分にしてんけどな、もう全然怖いへん。え、違う、10時半って言われたで。僕ら10時10分ぐらいに着いたんか。なんだ、そうなの。10時10分ぐらいに五十嵐さんが、五十嵐さんと喋って10時ぐらいやったかもしれん。そう、なんか10時半ぐらいにいいよって言われて、え、そう、車で寝てた。嘘つかれてんかと思っててん最初。10時10分、あのメンバーが、他のメンバーが車で寝てるよって言われてるの嘘やと思ってた。あ、だってこんなお荷物持っててんで、車で寝てた。さっきちんこんな、だって五十嵐さんがさ、こんなお荷物持って行ったの。10だってまだ空いてないから10時半でいいよって。空いてた、空いてた。バカ暑かったけど、学園めっちゃ暑かったよな。あれあれ快適に過ごせたの、お茶っ葉のおかげやんな、マジで。そうやで。ちょ、あんまりあんまりあんまり言うことないんだけど、へえ、楽しかった。だって今日ありがとうございます。あ、お疲れ様。今日おったんだ俺。
知ってるよ、キサキ、ナホちゃんでしょ。あ、そうなの。知ってる。サンチェスさん、こんばんは。こんばんは。今日来てくれてありがとうね、サンチェスさん。サンチェスさんポーズしよう。一斉のーで。あ、ちょっと惜しいんじゃない。うん、適当に今作った。はい、しないでいいですよ、これ。ほんまにほんまに、みんな許したらあかんで、これマジで。え、今日な、あ、今日の一発芸考えたっけ。あれいつやった、昨日やったっけ。じゃあ、あれまだ発表してないから。あかん、みんな黙って。じゃあ、みょうくんは一発芸考えて。ちゃん忘れた。やって、まず忘れた。マジでやって。いや、今すぐやった。忘れたから黙ったし。ほんまに、はぁ今自分から言い出したやんな、この人。この人今自分から言い出した。早く今な、自分で終わりに。はい、とても素敵でした。素晴らしいひとときありがとうございました。だってキュー、そんなこと言っていただけて、ひとときを一瞬過ごして、キュー、はい、わかりました。後ろのサブ、はい、音でかいね。ラジオで横の部屋誰やねん。そやろ、静かにしなんか。グッドマーニング。今日は今までで一番話したじゃないか。グッド話したね、楽しかったね、ありがとう。とは今日も脇好きです。脇出てないです。アイちゃんとペットのミヤカちゃんだ。イエーアイマーソンゴムリアーキッ。あゆみはいつも通りオタクしてたと。配信見てただけやな、さっきまでご飯食べながら。だから2分遅れたわけじゃないもんな。そう、枠が、あの、めっちゃ言っちゃった。ちょっとなんか時間過ぎてた。明日行きやんけど、大阪から熱い応援するから多分成功するジョーだって、レンタル。ありがとう。じゃあもう紫のペンライト家から振っといてもらおう。せやな、その時間帯。せやな。何の曲か当ててもらおう。せやな。二人で終わっちゃっちゃって、やんちゃったやつ、さっきの突っ込まれてて恥ずかしい。アニャンルラちゃん、アニャチームがや、何それ。へぇー、じぃー、やっほー、しんやさんだ。今日来てくれてありがとう。明日楽しみだね。顎ポリポリしたのを飛ばしとく。絶対やめとく。まやちゃん大好きなことやめる。一旦どっか行く。明日のブーパンブロマイドしか行けないかも。おー、ほんま。ちょっとじゃあそれはそれでお待ちしてます。ありがとう。あ、でも予約特典3枚つくもんね。よくチケット3枚つくから1回ソロチケお話できるで。明日は頑張る、いっぱい寝る。明日頑張る、ありがとう。小林のファンレベルが6に上がりました、ありがとう。なこたんのファンレベルが18に上がりました、ありがとう。配信でもだけど物販でもダメなんだけどね。おうおうほんまに言ったんかやつこれ。これあの2年前に現場お宅におった人は別に言っていいけど、ビューソルマがのか。何菅原大輝事件。そんな事件作ったの。愛が勝手に作った。ごまかされへんあっ、こんばんは。あ、え、どうした小林。はい、みなちゃん、グッモーニー。みなちゃん元気してるか。みなちゃん勝手にツイートはいつも見てるけど、また来てや、いっぱい来てや。お誕生日7月15日なんやったっけ。みなちゃんなんか見たわ、ニヨニヨチェキ取らしてな。今日 DM でプチ実況受けながら時間を過ごしたらマジで行きたかったの。行きたかったが募った。まあ、いつか来てください。まあね、シャッフルはね、来年ももしかしたらあるかもしれないからね、来てほしい。お茶っぱ優秀です。お茶っぱ意外と優秀です。なんで知っとん。あゆ全員の推し名把握してるよ。可愛いからなんでもいいよ。よかった、ゆきちゃん愛用します。あーしてよ、使わせていただきますって。サンチェスさん、このポーズ使わせて。サンチェスみたいな。サンチェス、ちょっと待って、分からへん。今さっきの敵ポンって出たやつが良かった、逆に。絶対覚えたら、何の話してたっけ。わきいいよとなるのおもろ、わきどん。あ、15分マーク出たから、そろそろ終わろうと思います。絶対最先端でスカート右左どっちがいいんだっけ。下谷ステージから見て右側と左側どっちがいいんだろう。右側、どこでもいいけど、右側でもいいと思う。うん、
MC の時は右にいるもんね、うちら。右かな。イリエタン君も兄渡さったこんばんは。しかと受け取りました。ね、しかとって何？違うんでたらで、そろそろ終わりだと思います。ほんま割と大声で聞こえるぐらい名前呼ばれてるの聞いた小林さん。小林って呼ぶから同級生だと思ってる。やかましすぎる。もう2年経つんだ。急にエモった。え、もうちょっとで2年。え、それはもったか。1年か。あれ、君がるさんが、君がるさんのあの時終わったのって1年、1年半ぐらいか。でもだってで再デビューして1年やから。もうすぐ。あ、でもそっか、もう本当にでもそれぐらい経つんだろうな。黒いシャも似合うでしょ。ありがとう。チキタン、今宵も綺麗でございます。ありがとうございます。おはよう。おやすみタイムするのでそろそろ終わろうかな。あ、青振ってね。じゃあ青を振ってね。ニオ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 。他のグループさん知らなくてシャッフル楽しめるか不安だったけどめちゃくちゃ楽しかった。小林かわいすぎる。マジでありがとう。初めては絶対行くね。え、約束。みなちゃんありがとう。本当に約束。だって5ヶ月ぶりとかにならない？会えたら寂しかったですけども。はい、これは、はい、イエー、ごめん。おやすみって感じで、本日の本日があれがね、ギフトランキングを読もうと思います。本日のギフトランキング第1位、今日もありがとう。4位ゆきたん、今日もありがとう。3位小林、今日もありがとう。2位なかた、今日もありがとう。そして1位やばった、いっぱいありがとうございます。はい、皆様明日はせーの横浜みなとみらいブロンテさんにて16時5分からアットジャムパーティーに出演させていただきます。もうチケットは売り切れていると聞いているのですが、当日券があると聞いております。お茶メンタルパーティー予約で本当にお待ちしております。これからお茶メンタルパーティーたくさん大きいステージ立つための一歩となっておりますので、お茶場に力貸してくださると嬉しいです。お待ちしておりますというのと、下田にはね横浜のお散歩会3部がねまだ余ってるので、ぜひよかったら撮ってくださると、余裕のある方で全然大丈夫なので、すごい楽しい時間をお裾分けするのでぜひぜひ来てくださると嬉しいです。お待ちしております。それではコメント全然読めなくてごめんね。おやすみなさいませ。それでは以上、下田でした。バイバーイ。